ソワソン管区、またはソワソン王国は古代末期のガリア北部にあった地域である。461年にローマ人の軍人アエギリウスが西ローマ帝国から独立して独自の勢力を築き滅亡する486年までローマ人の統領による支配を維持した。アエギリウスが没する465年頃になるとすでに ローマ的な行政の仕組みは機能しなくなっており、アエギリウスのコシアグリウスの時代には、ゲルマン的な支配に移行していたようである。ガロローマ王国と呼ばれることもある。西ローマ帝国の皇帝、マヨリアヌスは、ガリア地方の軍司令官として、アエギリウスを任命した。ガリア北部に残された西ローマ帝国の領域は、ラングドック・オーベルニューを含む、細い支配領域によって、 かろうじて、イタリア本土と結ばれていたが、マヨリアヌスの地勢にこの回廊地帯は、ゲルマン人によって占拠され、ガリア北部は、イタリア本土と切断された飛び地となった。アエキディウスは、スエッシオに拠点を置き、帝国が混乱し蛮族に領土を奪われていく中で、ガリアにおける、ローマ人の支配を維持した。461年、マヨリアヌスが、兵士の反乱にあって殺害され、 セウェルス三世がローマ皇帝として衰退された。アエキディウスはセウェルス三世に従うことを不服とし帝国の代官を追放してて西ローマ帝国から独立した。このガリアにおける西ローマ帝国から独立したローマ人の支配地域はソワソン管区またはソワソン王国と呼ばれるようになった。アエキディウスはイタリアの帝国政府と戦う一方、 ブルトン人やフランク人とは、概ね良好な関係を築いていたようで、フランク人からは、フランクの複王として交遇されている。476年頃の東西ローマ帝国、アエギリウスは465年、または464年の末頃に、ロワールで突然死した。一説には毒殺もしくは殺害であったともされるが、死因は不明である。息子のシアグリスが後を継ぎ、 トゥクスの称号を称したが、周辺のゲルマン人は、ローマ人の王とみなした。彼に対する記述からは、彼がローマ的というよりは、ゲルマン人と同じような形で、ソアソン管区を支配していたであろうと推測されている。474年、ユリウス・ネポスが、西ローマ皇帝として、即位を宣言すると、シアグリウスは、ユリウス・ネポスを正当なる西三角として認知した。 475年に、ユリウス・ネポスは、フラウィウス・オレステスの反乱によって、ダルマチアへの亡命を余儀なくされたが、シアグリウスは一貫して、ユリウス・ネポスを支持する立場を変えなかった。481年頃のガリア・ローマ人領、フランク人、アラマン・ニ・ニン、アルモリカ・ブルグント人西豪事王国シアグリウスは、はじめ、フランクをキルデリク一世の庇護を得て、 イタリアの帝国政府と争っていたが、キルデリク一世がローマ帝国のイタリア領主を脅かけると講和した後は、西豪都族の王、エウリックを頼るようになった。486年、フランク王クロービスが場所と時を告げて、シアグリウスに挑戦してきた。ソワソンは陥落し、ここにソワソン管区は滅びた。シアグリウスは、トゥールーズにあった西郷王アラリック二世の宮廷に、 逃れて、庇護を求めたが、捕らえられて、クロービスの元へ引き渡された。そして487年に密かに視殺された。ありがとうございます。